衝撃の初期設定、漫画の中には最初に考えられていた設定と連載時で全く違う作品が存在します。ということで今回は初期設定がヤバいと思った作品を4選ご紹介したいと思います。また今回紹介する作品は概要欄にリンクを貼っておりますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。ワンピース、最初に紹介する初期設定に驚いた作品はワンピースです。こちら説明不要だと思いますが、海賊王になることを夢見る主人公ルフィがワンピースをめぐって冒険する物語ですね。現在累計発行部数は4億9000万部を突破しています。今一番熱い展開を迎えていて注目している方も多いはずです。そんなワンピースの初期設定は連載時とはかなり異なっていたんです。では初期のワンピースはどんな設定だったのでしょうか。まずはこちらの画像をご覧ください。こちらは最初期に構想された麦わらの一味です。ルフィやゾロ、サンジなど本編と全く変わらないキャラクターも見られますね。一方で身長がジンベエと大差ないチョッパーや黒ひげみたいなウソップなどなど、本編とはかなり変化したキャラもいます。そしてこの中で特に初期設定の変化がすごかったのがナミです。初期構想ではすでに本編とあまり変わりませんでしたが、ナミはもともとは斧使いの設定でした。ですのでもともとは航海士ではなく戦闘員の設定だったんです。さらにナミの初期設定に影響したものは他にも存在します。皆さんはワンピースが連載される前にワンピースの前身となった読み切り作品があったことはご存知でしょうか。その読み切り作品はロマンスドーンというタイトルです。こちら簡単にあらすじを紹介します。小船で旅をしていたルフィは突然空から降ってきたバルーンという海鳥によって船に穴を開けられてしまい、沈没寸前のところを通りかかった海賊船に助けられます。しかしその船長である六角のシュピールに暴言を吐いたせいで怒りを買い、船内の牢獄に閉じ込められてしまうんです。そして同じ牢獄に入れられた少女アンと共にバルーンを救出するというものです。2019年にはワンピース20周年を記念してこのロマンスドーンがアニメ化されているので、詳しく知りたい人はそちらをご覧になってください。そしてこの少女アンというのがナミの前身と言われている登場人物です。確かに要望がナミとそっくりですよね。またアニメ化された際にアンの声優を担当されていたのはナミ役の岡村明美さんなんです。こういったところからもナミとアンのつながりが見て取れます。そして小田栄一郎先生が読み切りで登場したアンを原案にナミを作り上げたんだと言われていますね。しかし一方でアンはナミとは完全に別人で本編にも登場しているという声もあります。ここからは一つの推測として聞いていただけると幸いです。実はアンは本編に登場するカーリーダタンではないかと言われています。皆さんはアンという名前をどこかで聞いたことはないでしょうか。本編中でロジャーの妻でエースの母親であるポートガス・ディ・ルージュはこんなセリフを残しています。女の子ならアン、男の子ならエース、この子の名前はゴールディ・エースと。今でこそアンと全く似ていませんが、若い頃のダタンはロマンスドーンの原作のアンとかなり似ています。なぜアニメのアンとは似ていないのかというと、アニメのアンは髪色や顔が変えられているからなんですよね。表紙のアンの髪色はナミやダダンと同じ色のため、もともとはこちらの設定だったと考えられます。そしてダメ押しでルージュが話していた D ・エースと D ・アンをくっつけるとダダンとなります。まあアンの正体はナミ説やボニー説などいろいろあるので、詳しい方はぜひ教えてください。このロマンスドーンに関してネットでは、仲間思いの性格はロマンスドーンの時から変化していないんだね、いやワンピースの本編には劣らないルフィの格好がたまらないといった声が出ていましたね。ロマンスドーンは1998年に発売されたウォンテッド小田栄一郎短編集に掲載された作品です。気になった方はぜひチェックしてみてください。スパイファミリー、次に紹介する作品はスパイファミリーです。ストーリーは赤の他人だったスパイの男、殺し屋の女、超能力者の少女が仮初めの家族を築き、家族としての普通の日常を送るために日々のトラブルと奮闘するホームコメディです。こちらアニメ化されて今最も勢いのある作品ですよね。しかしこの作品にも実は驚愕の初期設定が存在します。実は2021年にスパイファミリーの原点となった特別読み切りが公開されました。そのタイトルはアイスパイ、顔のないファントムとも称される防衛省のお抱えスパイ男性 A4 を主人公に描くラブスパイコメディ漫画です。アイスパイのあらすじを簡単にご紹介します。 A4 はある時は鈴木、またある時は山田など様々な名前を名乗り、日本を陰から守り続けていました。いつものようにターゲットを追い、商社マンを装いながら調査を続けていた A4 でしたが、山奥で暮らしていたという人並み外れた身体能力を持つ女子高生カイ・マミルに惚れられてしまいます。しかし A4 はマミルを敵として勘違いしてといった内容ですね。登場人物をご紹介します。スパイファミリーの主人公ロイド・フォージャーは金髪のシュッとしたクールなイケメンといった感じですよね。しかしアイスパイの主人公である A4 はこんな感じです。シュッとしたイケメンであることは変わりないんですが、黒髪になり眼鏡をかけていますね。いろんないい点を抽出してスパイファミリーに引き継がれたのかもしれませんね。そして次に紹介するのがアーニャの元ネタとなったと思われる点です。アーニャのエスパー能力はアイスパイの女子高生カイ・マミルから来ていると思われます。彼女は他人の能力が読める超能力者の少女なんですが、そういった要素がアーニャに引き継がれていそうですね。さらにアーニャは2014年に掲載された読み切り作品煉獄のアーシェからも強く影響を受けています。同作品は魔女狩りが横行する世界を舞台に、剣を携えた修道士のベルと病院の里子アーシェが織りなすゴシックファンタジーです。その煉獄のアーシェに登場する主人公アーシェがこういった感じです。頭についている角や髪の色などがアーニャに似ていますよね。
ファンの間では何かがあった未来のアーニャなのではないかと言われています。しかし目の色が異なっている点などを踏まえると2人が同一人物とは言い難いかもしれません。ただスパイファミリーの一巻の最後に載っているアーニャの初期案は完全にアーシェです。同一人物ではないにしても2人の物語が隠されたストーリーでつながっている可能性は十分にあるので期待したいところですね。このアイスパイや煉獄のアーシェに関してネットではスパイファミリーとは別にアイスパイで連載開始してほしいくらい面白かった、いやアーシェはアーニャだけではなく夜の要素も感じられるといった声が出ていましたね。煉獄のアーシェはジャンププラスでスパイファミリーの31話と32話の間で特別読み切りとして配信されているので興味のある方はぜひ見てみてください。カテキオヒットマンリボーン。次に紹介する初期設定に驚いた作品はカテキオヒットマンリボーンです。リボーンはイタリアのマフィアであるボンゴリファミリーの次期ボス候補に選ばれてしまった主人公サーダ・ツナヤシが数々の騒動や事件に巻き込まれていくストーリーです。最近話題に上がらなくなりましたが知る人ぞ知る神漫画ですね。個人的にはエンディングの主題歌がめっちゃ好きです。そんなリボーンの驚きの初期設定を皆さんはご存知でしょうか。実はリボーンも連載前に読み切りを掲載していました。本編と異なっている点はバトル要素のないギャグ漫画ということです。リボーンといえば中二心をくすぐる生かした武器を使った迫力満点のバトルが魅力ですよね。イクスバーナーが登場した時には興奮したのを覚えていますね。しかし読み切りのカテキオヒットマンリボーンではバトル要素は全くありませんでした。読み切りの時の内容はこんな感じです。リボーンは記憶喪失で記憶にあるイタリアの風景を手がかりに自分の記憶を取り戻すためにツナの家の家庭教師を始めます。ツナは先川京子に憧れていてリボーンに忌憚で撃たれると死ぬ気となり告白できるようになります。それを議員の息子の同級生に知られツナは社会のテストの勝負を挑まれます。逃げようとするツナはリボーンに死ぬ忌憚を撃たれ死ぬ気で勉強します。そして相手が99点、ツナは100点で見事勝利するというものでした。つまりマフィアの10代目といった話や極寺などの他のキャラも存在しなかったんですよね。また本編と違って読み切りのツナには姉がいたようです。ですので読み切りの物語は連載初期のリボーンの物語と似ているかもしれませんね。しかし本編62話単行本でいうと8巻の最初あたりからバトル路線に変化します。読み切りから連載初期にかけては日常ギャグ漫画でしたが終盤につれてどんどんバトル要素は強くなっていったんですよね。このリボーンの初期設定についてネットでは読み切りリボーン先生の記憶喪失の激強赤ん坊という設定がかなり好き、いや読み切りのリボーンではツナに姉がいるらしい、会いたいといった声がありましたね。リボーンの読み切りは公式キャラクターブックに収録されていますので気になる方はぜひ見てみてください。僕のヒーローアカデミア。最後に紹介する驚きの初期設定作品はヒーローアカデミアです。ヒロアカは無個性だった主人公緑谷出久が最高のヒーローを目指していくという物語ですね。今物語も終盤に差し掛かっていて今後の展開に注目されている方も多いはずです。そんなヒロアカの初期設定を皆さんはご存知でしょうか。実はヒロアカにもプロトタイプとなった作品が存在します。それが2008年に赤丸ジャンプへ掲載された僕のヒーローという読み切り漫画です。僕のヒーローでの主人公はこの人です。この目の下のそばかすやもじゃっとした髪型など緑谷出久にそっくりですよね。ストーリーはこんな感じです。舞台は正義を守るヒーローと悪を犯す怪人がいる世界。そんな世界でヒーローのサポートアイテムを売る小さな会社に勤めるサラリーマン緑谷ジャック。アイテムを売る情熱は誰にも負けなかったんですが生まれつきの虚弱体質でしょっちゅう倒れていました。しかしそんな緑谷にはヒーローになるという夢があったというものです。この読み切りの時には緑谷は社会人をしていたのには驚きましたね。この読み切り作品を掲載後堀越康平先生は先生のバルジなどの他作品を連載します。しかし先生のバルジは短期間で連載が終わり堀越先生は精神的に落ち込み創作活動が停滞します。そこで過去の読み切り作品の中から思い入れがあった僕のヒーローを元に僕のヒーローアカデミアの構想が練られました。実際に堀越先生はこの作品を僕の中の最高傑作と語っています。またヒロアカの主人公イズクのキャラは先生のバルジの2巻に書き下ろされた後書き漫画極縁編の主人公が元にもなっています。この漫画は本編先生のバルジの登場人物が役者で本編が演技だったらという設定です。主人公のアストロは演劇のこととなるとボソボソと長々話し続けるオタクキャラです。この性格がヒロアカのイズクに引き継がれたみたいですね。またヒロアカのうららかお茶子の元となったと思われるキャラはこちらです。こちらは堀越先生が2010年から連載を始めた大曲どき動物園の主人公葵花です。雰囲気などかなりお茶子ちゃんと似ていますよね。つまり僕のヒーローアカデミア堀越先生の作品が集合した大作ということですね。この僕のヒーローアカデミアの初期設定に対してネットではいろんな作品が組み合わさって僕のヒーローアカデミアができたんだよな、いやヒロアカの元となった読み切り作品僕のヒーローはすごくすぎて定期的に読み返しているといった声が出ていましたね。大曲どき動物園の単行本5巻には僕のヒーローが載っているみたいなので興味のある方はぜひ手に入れてみてください。ということで今回の初期設定の話いかがだったでしょうか。チャンネル登録はお待たせしますのでよかったら他の動画も見ていただけると幸いです。ではまた。